こんにちは。今回は中長編みの模様編みを紹介します。この編み地は伸縮性もあります。そして表側も裏側も同じ編み地になります。中長編みの2目一度で編む模様編みです。編み方を編み図で説明します。今回は鎖編みを15目で説明します。最初は立ち上がりの鎖編み2目を編みます。中長編みですから立ち上がりが2目です。間に入れる鎖編み1目を編んで、次は中長編みの2目一度を編みます。最初に中長編みを編むのは15目の鎖編みから鎖編み3目を編んだここから1、2、3、4、5個目の鎖編みに未完成な中長編みを1目編み、未完成な中長編みを針にかけたまま作り目の鎖編みを1目飛ばした2個目の鎖編みに未完成な中長編みを編み、これを1つにまとめて中長編みの2目一度にします。鎖編み1目を間に入れて、次は今中長編みを編んだところの同じところに未完成な中長編みを編み、1目飛ばした2個目に未完成な中長編みを編んで、これを1つにまとめて中長編み2目一度を作り、鎖編み1目を入れて、次も同じように一回、中長編みを編んだ同じところに、もう一度未完成な中長編みを編みます。これを繰り返して、最後は鎖編み一目を入れたら、最後の目に中長編みを一目だけ編みます。二段目は編み入れる位置が少し違いますので、二段目の時に説明します。鎖編みを15目編みました。次は立ち上がりの鎖編み2目を編み、間に入れる鎖編み1目を編んで、3目の鎖編みを編みます。次は未完成な中長編みを編みます。未完成な中長編みを編むのは、鎖編みの1、2、3、4、5個目のところです。5個目の鎖編みの裏山を拾って、ここに未完成な中長編みを編みます。針に糸をかけて、5個目の鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて引き出します。この時、鎖編み2目分ぐらい引き出してください。これで未完成な中長編みが1目できました。次も針に糸をかけて、1目飛ばした2個目のところに未完成な中長編みを編みます。未完成な中長編みが2目できました。これを一度に引き抜きます。最初は針にかかっている鎖編みの目と一緒に5本の糸を一度に引き抜いて、中長編みの2目一度を作りました。鎖編み1目を間に入れて、次に中長編みを編むのは、針に糸をかけて、2目一度を最後に編んだ同じ目に針を入れ、未完成な中長編みを1目作り、針に糸をかけて、鎖編み1目を飛ばした2個目のところに、未完成な中長編みを編みます。これをすべて一度に引き抜いて、鎖編み1目を編みます。これを繰り返します。今編んだところの同じところに針を入れ、未完成な中長編みを1目編み、次は1目飛ばした2個目の鎖編みに針を入れて、
未完成な中長編みを編み、この未完成な中長編み2目を一度に引き抜いて、中長編みの2目一度を作ります。鎖編み1目を編んで同じように、前に編んだところに未完成な中長編みを編み、1目飛ばした2個目の鎖編みに未完成な中長編みを編んで、これをすべて引き抜いて、中長編みの2目一度をし、鎖編み1目を編みます。これを繰り返します。未完成な中長編みを1目飛ばした2つ目に編んで、一度に引き抜き、鎖編み1目を編みます。次も、前に編んだところと同じところに未完成な中長編みを編み、1目飛ばしたところに未完成な中長編みを編んで、これを一度に引き抜いて、鎖編み1目を編みます。最後は中長編みを1目だけ編みます。これで中長編みが1目できました。これが今回の模様です。中長編みの2目一度を編んできました。次の2段目の編み方を編み図で説明します。次の2段目も立ち上がりの鎖編み2目は同じです。間に入れる鎖編み1目を編んで、最初は鎖編み3目を編みます。次に中長編みの2目一度を編みますが、最初に編み入れる目は1段目で鎖編み1目を編んだところです。そして次に編むのは隣の鎖編み1目のところです。鎖編みのところに未完成な中長編みを編んで、これを一つにまとめます。中長編み2目一度を作り、間に鎖編みを編みます。次の中長編み2目一度は、ここで鎖編み1目のところに編みました。同じところにもう一回未完成な中長編みを編み、次の鎖編み1目のところに未完成な中長編みを編んで2目一度にします。鎖編み1目を入れて、同じように中長編みを編んだところにもう一回未完成な中長編みを編み、次の鎖編みに未完成な中長編みを編んで2目一度にして鎖編みを編みます。これを同じように編んで、最後は中長編みを1目だけ編みます。そして3段目、4段目は2段目と同じ編み方を繰り返します。次は2段目です。2段目も立ち上がりの鎖編み2目を編んで、間に入れる鎖編みを1目編み、3目の鎖編みを編んで編み地を裏返します。次に未完成な中長編みを編むのは、1段目の鎖編み1目のところです。針に糸をかけて、鎖編み1目のところに針を入れ、糸をかけて引き出します。未完成な中長編みを1目編み、次に隣の鎖編み1目のところです。ここが鎖編み1目のところですから、中長編み2目一度を編んだ次の鎖編み1目のところに未完成な中長編みを編んで、これを一度に引き抜いて中長編みの2目一度編みました。この編み方を続けます。鎖編み1目を編んで、次に同じところに未完成な中長編みを1目編み、糸をかけて次の鎖編み1目のところに未完成な中長編みを編んで、これを一つにまとめます。鎖編み1目を編んで、同じように今編んだ鎖編み1目のところに未完成な中長編みを編み、次の鎖編み1目のところに未完成な中長編みを編んで、これを一つにまとめて鎖編み1目を編みます。
こういう模様になります。同じように、今編んだところに未完成な中長編み、次の鎖編みのところに未完成な中長編みを編んで、2目一度にします。鎖編み1目を入れて、同じところに未完成な中長編み、次の鎖編み1目のところに未完成な中長編みを編んで、2目一度にし、鎖編み1目を編みます。ここも同じところに未完成な中長編み。そして最後は鎖編み3目と鎖編み1目を編んだ。この鎖編みのところに未完成な中長編みを編んで、これを一つにまとめて鎖編み1目にします。次は中長編みを1目だけ編みます。中長編みは鎖編み1目を編んで、次に鎖編み2目を編んだ。この鎖編みのところに、中長編みを1目編んで。これが2段目の編み方です。3段目も同じ編み方です。鎖編み3目を編んで編み地を裏返し、最初の鎖編み1目のところに、未完成な中長編みを編み、次の鎖編み1目のところに未完成な中長編みを編んで、これを一つにまとめ、鎖編み1目を編みます。次も今編んだところに未完成な中長編み、次の鎖編み1目のところに未完成な中長編みを編んで、一つにまとめて鎖編み1目を編みます。同じように、次の鎖編みのところに編んで、中長編みの2目一度を編み、鎖編み1目を編み、今編んだところにもう一回未完成な中長編みを編み、次の鎖編み1目のところに未完成な中長編みを編んで、これをまとめて2目一度にします。鎖編み一目を入れて、次も今編んだところに未完成な中長編みを一目、次の鎖編みのところに未完成な中長編みを編んで、二目一度にして鎖編み一目を編みます。ここは最後のところです。今編んだ同じところに未完成な中長編み、次は鎖編み三目のところに未完成な中長編みを編んで、これを一つにまとめて、鎖編み一目を編んで、次は中長編みを編みます。3段目は2段目の鎖編みはこちらを向いて並んでいますからわかりやすいです。鎖編みの2つ目のところです。鎖編みの1、2個目の鎖編みに、中長編みを編みます。これが今回の模様です。中長編みの2目一度を繰り返して編む模様です。中長編みの2目一度を編み、鎖編み1目を編んで、また同じ模様を繰り返す繰り返し模様です。2段目以降は同じ編み方を繰り返しますので編みやすいかと思います。中長編みの模様編みを紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。